こんにちは。さあ、豊さん、はい、これ、日刊現代のデジタル版で記事になっていたんですけれども、はい、巨人、来季も先発ローテ中5体制で継続していくという記事が出ていました。2021年のシーズン途中から巨人中4中5で先発ローテ回すっていうことになってから結構賛否両論ネット上であったんですけれども、もうこれは継続していくことになりそうだということなんです。いや、いいんじゃないの。豊さんはだっていいピッチャーをさ、はい、もう回していくっていうのがさ、はい、それは得策だよね。いつから中6なんてなったのか。最初豊さんの時っていうのは中4とかだって、ピッチャー先発したピッチャーが何日かしたらベンチに入ってたからね。早い。投げんのって言ったら、いや、まあチャンスがあればみたいな。まあ確立されてからだよね。抑えとか、まあ勝利の方程式、まあそういう確率があって中4から中5になり、俺らの時中5だったと思うけどね。それがもうより中6になったというね。なんか中6がもうずっとこれはね、中6になった時背景ってさ、先発ピッチャーが140とか150キロ、150球とか投げてたんだよね。それはある程度開けないと回復しないだろうっていうのがあって、多分中6になったと思うんだよ、中5からね。でも今はもう100球じゃない、100球前後じゃない。そうなったら中6いる？いらない。俺はいらないと。メジャーの選手でも中4で投げてるわけだから、それで、それはもうピッチャーの交代とかそういうのはもう完全に速くなるよ、速くなるけど、まあその方が確率的には勝てる確率は上がってくるよね。だっていいピッチャーが投げるわけだから。そうですよね。まあその今豊さんもおっしゃってたメリットとして、その中4とか中5にするメリットっていうのは、やっぱりそのいいピッチャーがそのすぐ回ってくる、いわゆる勝てるっていうことがまず一つ目のメリットっていうことに、まあそりゃそうだよね。だからまあそういうふうに考えると中4でいいんじゃないのっていうのが、ね、まあその疲れた時とか中5でもいいけど、でも人間ってさ、ルーティーンみたいなのがあって、それに合わせて調整してると、それがもう当たり前になってきてさ、体も慣れてくるから、だから中6で回してて急に中4って言われるとさ、それは苦しいかもわかんないよ、まあだけどそうじゃなくて、もうずっと中4で回してる分だったら、それは体も慣れてくるだろうし、調整法も分かってくるという、他にあとメリットっていうのはあります？その中4中5にするといいと。まあまあ数多く投げれるということだよね。そうか、だって中6だったら1週間に1回だろう、1週間に1回だったら登板数何回になるの。そうですよね。それがもう30回超えたりだとかさ、そうなってきて半分勝てるとしたら、それだけでも15勝できるわけじゃない、20勝投手も出てくる可能性もあるしね、どんどん、その方が俺はいいと思うよ。逆に言うと、じゃあ中4中5になった時にここは気をつけないといけないよとか、これをしたら崩れちゃうよとか、なんかあります？その体制ローテーションがとか。慣れてないとやっぱり疲労が抜けないとか、そういうのはあるかもわからないよね。だけど大丈夫だな、中4があれば。あと例えば中継ぎがしっかりしてないと。それはもちろんそうだよね。それは中継ぎ崩壊してたらピッチャー、先発ピッチャー頼むから6回7回まで行ってくれとかそうなってきます。だからその代わり、その球数はしっかり100球って決めといてあげないと、それ以上超えるとさ、110までいけるかな、まあ分かんないけど、だからそこら辺の球数はしっかり守ってあげないとね。だからさ、森内が言うように、中継ぎがしっかりしとかないと、それはなかなか変えるにしても、ゲームを失うことになるからね。そうでしょうね。で、豊さんが思うに、その原監督が中4、中5にしたいって思ったのは、例えばその今、巨人の先発陣が枚数が足りてないから、そうして、せざるを得ないのか、それともやっぱり原監督の中では先発の枚数が揃ってたとしても、いや中4中5の方が勝てるんじゃないかとか、いいっていうのは。俺はそっち、後者の方だと思うよ。いや、もうその揃ってたとしても、中4中5で回した方が前倒しでどんどんいいピッチャーが投げさせられるから、はい、その方が俺はいいと思う。じゃあ今の巨人に当てはめてみると、先発時で中4中5になると何人です、5人でいいでしょ。そうすると巨人今だと菅野、戸郷、山口、高橋、メルセデス、もうこのぐらいでいいよね。畑とかそういうのは中継ぎに回せるからさ。だからそういうふうになってくると、ゲームが早い回に壊れた時にセカンド先発みたいなちょっとロングを投げれる人がやっぱこう中継ぎにいるといいよね。そうなってくると中継ぎ陣の負担っていうのはどうなるんですか。まあどうなるんで、まあ登板数は多くなるかもわからないよ。でもまあローテーションを組めるぐらいに中継ぎもね、しとけばいいんだよね。まあ確保しとけばいいっていうこと。そうそう確保して、まあ勝ちゲームと負けゲーム、負けてる時完全に変えてやるとか。ああ、もう負け、これはもう負けゲームだなと思ったら、だからもうセットにしておけばいい。あ、勝ちパターンセット、ちょっとこっちは負けパターンセットで、ああでいいと思うよ俺は。そういうふうな感じでやっていくと、ああ負けてるから今日俺らだなとか、勝ってるとよし俺らだなとか、まあそういうのが分かるじゃない、メリハリが分かるじゃない。だからメリハリが分からないのが一番嫌だからね、ブルペンで、どうなんだろうみたいな、同点だどうすんだみたいな、誰が行くんだ俺かみたいな、俺かみたいな。でまあ同点はまあ一応勝ちだよね、勝ちはいくと思うけど、そういうふうに考えておくといいかなっていうふうに思うよね。でこれ、まあ巨人が多分ね、来シーズンの初めからこれでやってくると、本当になると、これって今後のプロ野球界にも浸透していきそうですか。どこが勝つかだよな。まあ例えばジャイアンツが来年中4中5で勝ったとしたら主流になってくるかもわからないけど、これで負けて中6で回してるチームがやっぱり優勝すると、やっぱ中6なんだっていうことになるよね。ああ、そうなるんですね。やっぱり なるよ。結果がやっぱ全てだから、やっぱり結果で判断するからそうなると思うよ。でも俺は全然反対じゃないし、それをやってくれる方が楽しみだよね。あ、まあ、見てる方もどういうふうにこう変わるな。1週間に1回しか仕事しないってどうよと思わない確かにその間って何してるんですか、ピッチャー。いや、まあ調整は非常に難しいと思うし、だけどいくら中6やってて、でも12回を降りるピッチャーだっているわけでしょ。そうだったらお前何してたんだよって思うよね、野手は。1週間ほんでまた中6またもらえんのみたいな、また1週間休めるわ、そらちょっとなって思うよね。でもピッチャーも辛いと思うよ、中6でやられた後にその間調整しなきゃいけないっていうことが、早めに来た方がまだこういいよね、すっきりするよね。そうですね。だから悩む期間が短くなるから、はい、だからその方が俺はいいと思うけどね。そうですね。だからまあキャンプから来シーズン、まあ開幕までの間にちょっと巨人がどういうふうにピッチャーを組み立ててくるのか楽しみです。そうだね。だから早めにまあどういうふうにするって 来年度ね、するっていうことを出さないと、やっぱ選手もそれによって、調整しなきゃいけないし、これから FA 戦線でピッチャー取るかもわからないし。はい。ね、そしたら中4でいくのか中5でいくのか、いや普通通常通り中6でいくのか、それによってはこう体の作り方とかさ、まあ、肩の作り方っていうのはちょっと変わってくるだろうしね。そうですよね、いろいろね、だからそういった意味では早めにそういう方針っていうのはチームの方針として出さないとダメだよね。そうですね、いやでもなんかこうとにもかにくにも、その巨人がこの中4中5で成功したら結構分岐点というか、また新しいプロ野球の何かが変わる分岐点になる年になるかもしれない。まあそうですね、中6になった経緯っていうのは140、50球投げてたから中6になったんだからね。これはとてもじゃないけど中4で回せないよって、まだ疲れ抜けてないでしょって野手が思うぐらいだったから。そうですよね、今140とか投げるピッチャーいないよ。まあもう初完封だとか言って大丈夫かみたいな。でもそれ1回やるとね、やっぱバランスが崩れてくるらしいんだよね。やっぱ疲れが抜けなかったりだとかさ、そういうことになっちゃうから、やっぱこうルーティンというかさ、うん、そういうのはしっかり守ってあげた方がいいらしいんだよね。1年間持たすとするとね、はい、だから、そうだな、まあでもそういうふうにやろうとしてる巨人っていうのは、俺は楽しみだけどね。そうですよね、これから先発とね、ローテの変わってくるのかどうか、はい、ちょっと楽しみにしたいと思います。はいはい。